こんばんは、速稼塾の久保です。今回も億万長者合宿リメンバー続けていこうかと思います。皆さんはですね、人生にスローガンなんてございますか？まあスローガンというとね、大げさなんですけども、私はですね、常に置かれた状況で最善を尽くすということをね、まあ一つのテーマにしようかなと思ってるんですよ。やっぱりね、チャンスは最大限に生かしたいですし、できれば自分の思い通りになってほしいなと思いますしね、そして、皆さんがね、少しでもいい状況になればなと思ってるんですよ。皆さんがいい状況になるってことはどうなるかっていうと、いい状況になれば人を攻撃しようと思わないんですよね。で、人を攻撃する人って自分がいい状況ではないわけなんですよ。そういうふうに私は考えてるんで、いつもね、自分にできることを最大限のことをやっていこうかと思ってるんですね。ところがですね、まあ、いわゆるアンチコメントを寄せる方ってのはどういうことかっていうと、少なくとも最善を尽くしてはいないと思うんですよ。人の足を引っ張るのがどう最善になるのか、人の批判をするのがどういうふうな、ね、最善なのか、その向こうに人を批判し続けるその先にですね、どんな黄金が眠っているのか、私は全く興味がないと言いますかね、関心が示せないんですよね。特にトラブルにあった時に、そのトラブルを嘆いてですね、人を攻撃して、そして自分の不幸を呪うという全く意味のないことだと思うんですよ。いや、意味がないだけならまだしも、状況をもっと悪くすると思うんですよね。私はですね、有頂天にならずに、いい時でも悪い時でも常に最善を尽くす。そうなんですよ。ビジネスってのは置かれた状況でいかにですね、最高の結果を出すかってことが常に求められてるんですよね。麻雀店というものを与えられて、そして私は毎日麻雀しかできなかった。でも今こういうふうなね、隠居暮らしをしている。なぜか麻雀店で最善を尽くせばこういう現実があるってことなんですよ。麻雀店で最善を尽くすと言いますと、多くの方が勘違いするのが、接客を丁寧にしようとか、社員教育をしようとか、麻雀強くなろうとか、こんなことばっかりなんですけども、作業的にそれは上達するんですけども、ワークとしてですね、ライフワークとして自分の領域を広げようと思ったら、麻雀というものにとらわれずに、自分が接客業をしているとか、人材育成をしているとか、業界の一翼を担っているとか、ライバルは他業種だっていうふうに感じることも一つだと思うんですよね。そしてですね、麻雀店っていう、そういうふうなね、現象を生かしてメディアビジネスをしたりとか、コンテンツビジネスをしていくという視点も必要なんですよ。例えば麻雀をしているところを動画で撮って、それを配信していくとかね、そういうのは最近当たり前のようにやられてますけども、私が麻雀店をやって YouTube を始めた頃はそういったものは全くなかったですね。まあ、ですんでね、その頃適当に上げた私の YouTube 動画、麻雀の動画も再生数はね、数万回あるというね、そういう冗談みたいな状態も起きております。当時私の麻雀店のホームページっていうのは、アクセスがすごく高かったんですよね。だから日本全国からお問い合わせがありました。日本全国からっていうのがすごいでしょ。でその時気づいたのは、日本全国からお問い合わせがあっても来店できる人は半径2キロ以内の人に限られてるから、インターネットと、それからですね、店舗ってのは、使い方によってはこんなにね、役に立たないもんだなと。アクセスが集まっても誰も来店できないみたいなね。ところが最初からはそうではなかったんですけども、途中からですね、電子書籍を麻雀店のホームページ上で売るようになったんですよ。1冊1500円。これがですね、私の売り上げを結構助けてくれたんですよね。 LINE スタンプもそうです。ですので、麻雀店をやっていて、店内では売り上げが上がらないけども、店内でないところからね、店の外で売り上げを上げると、ウェブ上で上げるってこともできたのも、インターネットビジネスのすごく面白いところだと思うんですよ。さあ、そろそろ話をまとめていきます。置かれた状況で最善を尽くすというのは、私は今お話したことだと思うんですよ。でもアンチをする方とかね、人を批判する方、それはあくまでも最善を尽くしていると言えるのかどうか、その向こうに何があるのか、私には分からないです。一時の腹いせ、もしくはストレス解消になるのかもしれません。それももしかしたら必要なことでしょう。ところがですね、人を批判すればするほど、そういう人を好きになる人はどんどん減っていくんだと私は思います。むしろね、状況が悪い時に人を励まし、自分が身をさらし、多くの人を救おうと、一人でも救おうと動く人、こういう人ってのは影響力を持つんではないかなと思うんですよ。私がですね、影響力の武器とするものは、こういうふうなピンチの時にどういう行動をするか、これによって積み重ねられていくんではないかなと思ってるんですけども、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは失礼します。